皆さんこんばんは。ミンミンの見どころ今月も始まりました。 MC のミンミンです。よろしくお願いします。というわけで、本日隅田川花火大会、無事開催されたみたいで、鳥小屋あずりさんで、あの隅田川のすぐそばにありますんで、どんなに人が来るのか想像つかなかったので、もう5時から近くで待機してまして、しかし鳥小屋あずりさんの周りは人がほとんどおりませんでした。はい、ですので大した混乱もなく無事放送をできていることを感謝いたします神に。はい、あの雷もなんか途中鳴ってたんですけども、大した雨も降らずに、去年一昨年かコロナの時はずっと中止になってた、し、この前も、足立区の花火大会ね、ゲリラ雷雨で中止になってましたんで、今日は開催されるといいなと思ったんですけど、テレビ東京さんの方でも中継、してたみたいで、綺麗な花火がたくさん上がってまして、皆さん楽しめられたんじゃないかなと思いますんで、はい、で今月、まあいろんなイベントとか、招待されたりなんだりで、いろんなの拝見したんですけども、先日7月24日に、渋谷にあります、LINE キューブ渋谷ですね、旧渋谷公会堂なんですけども、そこで行われました、岩崎宏美さん、岩崎良美さんの、姉妹のコンサートへ行ってまいりまして、はい、あの渋谷公会堂が建て替えられて、今あの同じ場所に、LINE キューブ渋谷という近代的なホールが今建ってるんですけども、はい、そこで、まあ80年代アイドルの岩崎宏美さんと良美さんということで、岩崎宏美さんの方はロマンスという曲が有名でして、良美さんの方はアニメのタッチの主題歌のタッチという、今の Z 世代でも、歌える子を結構聞いてみたら多いみたいで、その、はい、これはあの最後の、バンドの方と皆さん前に出てこられて撮影タイムがありまして、それであの写真を撮らせてもらったんですけども、あのやはり長年その道で、活躍されてきた方っていうのを、大変素晴らしいスキルと、実力をお持ちで、それポストもしたんですけども、まあ、ジャンル違うジャンルのエンタメを、見るっていうことは大変勉強になるなと最近思いまして、まあ、自分も普段はアイドルのコンサートとか行ってますけども、80年代のアイドルさん歌手さんとかいう方のコンサートがあまり見る機会なかったんで、今回、見に行かせていただいて大変勉強になりました。あのスキルもそうなんですけど、その人の考え方とかマインドを学ぶっていうことがめちゃくちゃ大事だなと思ってまして、まあ最近一緒によく仕事をさせてもらってる川田さん、声優の川田さんもそうなんですけども、まあ、自分の周り、役者やりたいとかアイドルやりたいとかそういう方が特に多いので、そういう方、まあ、レジェンドと呼ばれる方の考え方とかを学んで、その役者とか目指されてる方はね、それを聞いてまたそれが勉強になりますんで、違うエンタメの種類の興味がないジャンルのエンタメでも見に行くことで、勉強になることがあるんじゃないかなと最近 よく思ってますんで、皆さんも機会がありましたら興味がないジャンルのエンタメも見るとまた違った視点で勉強になるんじゃないかなと、とてもそれは思いました。今回のコンサート見に行くことにして、はい、というわけで、この後のゲストさんの、あの内容盛りだくさんなんで、早速お呼びしたいと思います。今月のゲストの KK さんです。まずちょっとセッティングをさせてくださいね。よいし
はい。どうでしょうか。はい。失礼します。どうもこんにちは。こんばんはです。こんばんは。どっちでもいいです。どうですか浴衣。大変おきれいで。頑張ってきてきました。はい、KK と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回2回目の出演ですけども、はい、全然緊張してないですよね。2回目だから。まあそうですね。前回よりは緊張するような要素がないんでこの番組は。いや、リミさんの肩の力の抜け具合は尊敬します。はい、だいぶ慣れてきたんで。はい。で今回もチェキが、はい、そうなんです、できました、出来上がりました。そう、なんと今回はね、浴衣のチェキ、レアですね、これはめちゃくちゃレアなんで、今からねお便り送っていただいても間に合いますので、はい、ぜひぜひギリギリまで着るかどうか悩んでまして自分が説得いたしました。今日は時間がない、そうなんです、時間的に、ね、時間があるんですかないんですか、そうなんですよ。で電車がすごく混むかもしれないって、すごい1000倍混むよっていう風に、そうそうそう言われてて、ビビりまして、花火大会でね、そうなんです、混み合ってもうどうにもならない状況になるから、はい、うん、浴衣着ない方がいいんじゃないかなっていう話も出たんですけども、ね、着てもらいました。はい、着てきました。ちょっと今日は母親にLINE でちょ浴衣着るわって言って、はい、ちょっと手伝ってもらってきました。で今日、クイズコーナーというのもありますんで、はい、途中でクイズを出しますんで、はい、それに当たった方の中から、まあ1人しかいない場合はその方は、当たりですけども、はい、複数いた場合はまた抽選になりますけども、1名様に明日開催します劇の割引、はい、1000円割引ということで、まあそこら辺の告知また後で詳しくしますんで、最後まで番組よく見ていてもらって楽しんでてください、はい、お願いします、はい、というわけで、アカウントの KK さんの紹介からいろいろ紐解いていきたいと思いますんで、お願いします。お便りもねいっぱい来てますんで、はい、順次読んでいきます。はいはい、こちらですね、うん、KK と言います、ぜひフォローよろしくお願いします。まだねフォロワーが436人ということで、はい、少ないので皆さん、うん、まだフォローしてない方、不届き者がいましたらぜひ今すぐフォローしてください。はい、絶対にフォローしてください喜びますんで、はい、というあれで、こちらの お人形さんがいますけども趣味というかライフワークとして人形制作をしてるんですよね。そうなんですよ、 KK さんといえば人形ということで、はい、うん、この子もね、何歳ぐらいから作り出したんですか。何歳っていうか、まあもうでも7年ぐらいは作ってますね。ハンドメイドでね、はい、ハンドメイドで顔を描いたりとか、うん、して作っております。アカウントのドールのアカウントの方をお願いします。ドールのアカウントの方もあるので、ドールのアカウントの方が多いんですよね、フォロワーが。そうなんですよ、こっちの方がね長いんでね。はいはい。でドールのもいろんな種類があるんですよね。そうなんですよ、ドールもこの子はねちょっと韓国製の、中国製でした、中国製の子なんですがね、日本製の子とかもいたりとかして、ただこういうなんかちょっとアニメチックなドールの方がいっぱい持ってますね。はい、何体ぐらいあるんですか、はい、当時もう10体を超えたあたりから数えるのをやめて、うん、今はもう20体は絶対超えてるんですが、ちょっと正確な数は分かりません。でもいっぱいいます、たくさんね。はい、もうなんか棚にギッチギチなので、なんかどうにかしないとなと思いつつ、うん、はい。でドールのお写真もこの後ご紹介しますけども、はい、お願いします。 KK さんにとってドールとは一体何ですか。私にとってドールは芸術品ですね。なんか結構人によってはなんかお友達とか家族とかいう方もいると思うんですが、私にとってはもう芸術品
伝統工芸品じゃないですけど、なんかそういう感じなですね、はい、なんか美しいから愛でるみたいな感じですね、うん、はい。じゃあ写真のドールの他の子たちの紹介をしていきたいと思いますね。はい、はい、お願いします。はい、はい、これ名前ついてるんですか。この子たちは私はドールには名前をつけてなくてですね、うん、ただちょっと最近はつけたいなと思ってはいるんですが、うん、はい、ね、大きい子から小さい子まで、はい、この写真の子たちもここに置いてるこの子と同じく40センチぐらいの子たちで、うん、お写真の子たちはちょっと吸血鬼とあとコウモリの眷属っていう、うん、ちょっとイメージして作ってみました。めちゃくちゃ可愛いですね。可愛いでしょなんかブーツの色とかをあえて茶色と黒にしたりとかして、なんかこう対比の部分もありつつ、それは買ってます。どれを作ってるメインは顔ですね。顔をメイクしたり、ものによっては削ったり盛ったりとかして、うん、この子たちはやってないんですけど、はい、って感じですね。世界で一つしかないということですか。はい、そうなんですよ。世界に一つの子たちです続きまして、はい、はい、この子はこの置いてる子が一番最新の子なんですけど、その一個前に作った子で、うん、この子はもうまぶたを盛ったりとか削って割と手が込んでる。プラモデルみたいですね。そうですね、本当にパテって言うんですよ実際、うん、はい、パテを持って膝のリボンは可愛い。はい膝ですか。リボンがいっぱい、うん、肘とかにもついてたりとかして、はい、そうなんですよ。この画像の加工とかするのもすごく凝ってまして。画像も加工してるの。そうなんですよ。実は額縁にリボンついてるじゃないですか。本当は実際オレンジ色だったんですけど、私が加工して黒に、はい、塗ってます。いろいろと手が込んでますね。はい、ちょっとこだわりが強いので引き続きましてどうぞ。はい、はい、はい、この子はここに置いてるこの子ですね。あ、そうなん。はい、そうなんです。この子はちょっとクールな、ちょっと亡霊じゃないですけど、自爆霊じゃないですけど、自爆霊なんかそういうちょっと寂しい。そう、お化けなの。お化けではないんですけど、ちょっと寂しい気持ちみたいのを表現した子です寂しがりなんですね。寂しがりな、KK さんは。私はそうかは分からないんですけど、でもなんか私が作る子たちってなんかこういう困り眉で、うん、ちょっとなんか悲しげな顔をした子しか作んないですね、うん、だから自分の心の内を人形に投影してるんじゃないの、うん、これは。どうなんですかね、ちょっと無自覚ですね。だったとしても無意識に投影しちゃってるよ。無意識なのかもしれませんまあね、お化けとかが好きっていうのはありますけど。あ、そうなんですか。はい、あとでお化けの話も出てきますからね。はい、お化けの話も出てきます続きまして、はい、はい、この子はなんか割と人形を抱えてる。そうですね、初期のあたりに作った手の。これサンリオのキャラクターにいてね、うん、そうなんですよ。実はさっきのこの子もね、あのサンリオのキャラクターのぬいぐるみ持ってたんですけど、ちょっと色合いとかを意識しまして、うん、はい、この子はなんか地雷系が一番、量産系が一番流行ってた時で、はいはい、その影響をもろに受けています。うん、はい、ファッションがね。そうですね、 KK さんもファッション好きですもんねファッション好きですね。はい、地雷系みたいな格好してますもんね、いつも。うん、日によりますけど日によりますけど、はい、はい、ちょっとトータルコーディネートみたいなんですごくこだわりがあるので、うん、もうなんかコーデに合わないなと思ったら靴とかも韓国とか捨てるはないです。どんなげちゃうんですか。捨てるはないです。ドールの靴とかは韓国とかから取り寄せて買ったりとか、はい、もう理想のが頭の中にあるので、うん、そうなんですよ。理想のこだわりがすごい、ね、こだわりがすごいんで、その理想のものをもうネットの世界からもうくまなく探すみたいな感じで、はい、一番似てるのとかを見つけて買うみたいな感じでやっております。だからこれからドール声優を名乗っていくという企画がそうなんですか。水面下であ、そうですね、まあ、はい、水面下で動いてるような動いてないような、はい、
あのまあやぶさかではないですが。やぶさかではない。ね、はい、まあはい、じゃあドール声優として皆様よろしくお願いします。はい。お便りがいっぱい来てますんで、はい、どんどん読んでいきます。読んでいきますか。はい、はい、うん。では、アスモデスさんからのお便りです。KK さんへ、いつも YouTube 配信楽しんでます。とても心地よい声が大好きです。これから声優としての活躍を楽しみにしています。あと配信のクレームです、はい、いつもそろそろ終わるよって言ってからなんだかんだ朝まで配信してることが多すぎます。いつも私は寝落ちしてしまうのですが、朝方目を覚ますとまだ配信していてビビります。延長はほどほどにしてください。そういうところが KK さんの魅力ですが少し心配になります、はい、というお便りでした。毎日5時間、はい、6時間配信してるもんね。毎日ではないんですが、あのやり始めたらちょっとなかなか止まれないみたいなところがありまして、うん、はい、ちょっと配信ジャンキーを名乗らせていただいております。なんでそんな配信長くしちゃうの。なんかやっぱコメントそもそも全部読み終わるまでは終われないっていうのがあるじゃないですか、うん、キリがないね。そうなんですよ。なんで読み終わってもなんかダラダラ喋っちゃったら次またコメントいただいてみたいな感じで、うん、なんかまあ楽しいからですね。リスナーの皆さんが優しいっていうのもありますね。そうですね、優しくてリスナーの方大好きなんで、はい、はい、続きまして、うん、はい、続きまして、うん、はい、カイさんからのお便りです。はい、はじめまして、KK ちゃんが出演されるということでお便りさせていただきます。こんにちは、KK ちゃんに質問です。お人形収集が趣味だとのことですが、いつ頃からハマったんでしょうか。その人形たちの魅力などもよかったら教えてください。また声優活動も今後はこういう役をぜひやってみたいとかあればこちらも教えてほしいです、はい、とのことです。いつ頃からハマったっていうのはさっき聞いちゃったんで、さっきのは7年前、メイクを始めたのですね、うん、なんでハマったのは中学生。あ、なるほどね。作り出したのが7年前であって、人形自体にハマったのはもっと前だ、うん、なんかそれだと私年齢非公表なんでちょっと危ういんでちょっとやめましょうか。やめましょうか。はい、で人形の魅力はさっき言いましたね、あの 芸術性みたいな感じですね、はい、で、今後はこういう役をぜひやってみたい。私はですね、あの人外をめっちゃやってみたいんですよ。え、なんか人間じゃない役をやりたくて。あ、人間以外。人間以外をやってみたいんですよね。例えば、例えばなんか動物とか、なんかマスコットキャラとか、うん、豚ですか。豚でもいいですし、なんかちっちゃいあるじゃないですか、ちょっと可愛いなみたいなキャラ、うん、とか、なんかまあお化けとかも。パンダか。パンダもいいですね、ぜひね。ここにいたわ。ここにいました、パンダさん、はい、はい、ぜひあの鳥越さんのこのパンダの機会あればぜひね、やらせていただけますのでよろしくお願いします。パンダ声優と名乗ってもいいかな。そうですね、はい、そうなったらちょっとドール声優はやめてパンダ声優としてやっていきます。はい、はい、ありがとうございます。もう一枚ぐらいいきますか。もう一枚いきますか。じゃあメッセージですね、シラックさんからのお便りです。ラジオ出演おめでとうございます。ケキちゃんはこれだって決めたことに常に全力すぎて心配になる部分もありますが、元気やる気をもらってます。これからも良い活動ができるよう少しでも応援になればと思ってます。まだまだ暑い日も続きますので体調崩さないようにファイトということです。ありがとうございます。暑いのはあれですか、得意ですか、不得意ですか。暑いのダメなんですよ。あ、不得意。はい、私冬生まれなので暑いのは本当普段、前ねよくお家にいた時期とかはもう夏は家から出なかったです。あ、はい、最近はねお忙しくてそういうわけにもいかず、そうですね、無理やり外に出てもらってますけども、はい、今日もね朝から晩まで、ね、暑かったです。もう36度ですから。36度、はい、体温ですね。もう気をつけてください、うん、はい、気をつけます。熱中症に気をつけてください。はい、本当あの椅子から立ち上がれなくなったりするんで気をつけます、うん、ね、では続きまして、はい、幼少期のあの画像やら何やら。幼少期の画像まだ非公表の今まで出したことない
画像とかもありますよね。はい、ありますどころか、過去の写真とか一回も出したことないです。ああ、秘密がそういうのここで、はい、ミステリアスわかるかもしれません。はい、はい、ではどうぞ。はい、お願いします。はい。いや、これがまさか世に出てしまうとは。はい、お嬢様ですか？お嬢様というわけではないんですが、バイオリン。お嬢様でしょ、バイオリンイコールお嬢様。どうですかね、バイオリン。経験お嬢様と今日からお呼びします。やめてください。はい、ね、バイオリンは習ってましたね。はい。兄弟全員で。これあれですか、もしかして。はい。ストラスなんたらあかんたらの何千万もするやつですね。さては、そんなのむしろハードル上がるんでやめてくださいなわけがないです。で、普通のあの市販のね、なんか八王子かなんかに行ってめっちゃ遠いとこに行って買った記憶があります。そうなんですよ。なんかなんで八王子に行くの、なんか謎なんですよ。八王子バイオリンの産地になったのわかんないんですけど、多分都内より安いのかわかんないですけど、なんか家族で八王子で買ったという思い出ですね。はい、八王子で。な、子供用のバイオリンがもしかしたらあんまり珍しかったのかもしれないです、はいはいはい、あんまり都内にないとか、子供だったんで、うん、あの子供用バイオリンを、小さいやつね。はい、そうです、兄弟全員分あって。意外な才能ですね。意外な特技ですね、これは。おお、そうですか、意外ですか、うん、はい、ちっちゃい頃からやってたんですね、実は、はい、このね、バイオリンとか言ったことあったんですけど、多分皆さんね、写真は見たことない、そう、信じてなかったと思うんで、これで無理やり出させました、最初渋ってたんでそうなんですよ、実は今日の朝、無理やり出させましたはい、私があの小さい頃の、あの写真はちょっと出したくないですって言ったんですけど、はい、あの画像を送れ、せっかくですからね、送れ送れということで、あの、実はあのいっぱい編集したんですけど、あの超厳選して、はいはいはい、あの送りました。はい、はい、続きまして、はい、もうレアですよ、これは。はい、これは顔がなんか寝てますけど、これはスタンプですね。スタッフであれして、お辞儀してるんで目伏せてたんで、もともとピアノですか。ピアノです、ね、お嬢様ですねこれは。お嬢様ではないんですが、ピアノの発表会、さっきもね、バイオリンの発表会、バイオリンとピアノイコールお嬢様以外なんかありますか。いや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 、もう親が石油王ですか。そんなわけないです。もしかしてそんなわけないです。もう親が、あの多分音楽とかを親がやりたかったみたいで、はいはいはい、あ、そうですそうです、ピアノとかはやってたみたいなんですけど、どっちかはいるけど両方やらすってなかなかね、いないと思う。確かにそうですね。なんかバイオリンの先生が最初ピアノを教えてくれてて、へ、そうなんですよ。で、本当はバイオリニストの方なんですけど、ピアノを教えてて、でバイオリンも同時に教わりだして、うん、そしたらバイオリンの先生がピアノはあんまり教えたくないってなって、なっちゃそれ。そうなんですよ、バイオリンだけになりました、最終的に。そうなんですよ、めちゃくちゃスパルタの先生で、マジで。そうなんですよ、もう先生より先に座るなみたいな、うん、あのそういう一般常識とかも教えていただきました。あ、はい、礼儀作法がね、はい、そうなんです、まず大事だということで、大事です。もうありがたかったですピアノとバイオリンができると、うん、まあそうですね、できるかはちょっと保証しないんですけど、やってましたということで、はいはい、続きまして、はい、うん、なんかありましたっけ。あ、これですね。これはよくわからないですねこれはミミさんにも言わないで、なんか画像をとにかく送ってくれって言ったことだったんで、はい、これいいかなと思って送りましたこれはですね、知らんけどっていうメガネをかけてるんですけど、この場所わかります、はい、え、いや、わかんないけどこれ大阪なんですよ。あ、そうなの。そうなんです、大阪にあの友達と、よくね、この番組にも出てた友達なんですけど、友達と一緒に行って、はい、あのめちゃくちゃふざけてるとこですね、うん知らんけどメガネをあのかけて、でこのね、この後に多分画像出るんですけど、串揚げ、あを、揚げ、あのなんだっけ、串揚げをあのお腹いか串カツ、うん、をお腹いっぱい食べたらコートの前のボタンが閉まらなくなって、あ、だから開いてるっていう。で、細いからね、これですね、ありがとうございます。細くはないんですけど、スタイルが、うん、そうなんですよ。これで、この中で一番美味しいのはどれですか、これ。待ってました、その質問。え、言わせてください。トマトの串カツがめちゃくちゃ好きすぎて。どれ？あの丸いやつです、多分。うずらだろ、丸いのは。あれ？
うずらだろ。え、うずらですかね。え、じゃあもしかして、あ、左から、だって白いじゃねえかよ。左から2番目かも。ああ、そうだよね。多分あれです。右はだってうずらですよ、どう見ても。確かに。確かに。でも本当になんかトマト串カツが美味しすぎて、もうこの日に、あの私のお腹空いてきちゃったの。ですよね。私もこの写真見たらお腹空いちゃいます。この日に私のあの、一番好きな食べ物が決まりました。おお。はい、うん。食べたすぎて、なんかトマトを好きになったんですよ。うん。なんか、ね、好きじゃなかったの？好きじゃなかったです。別に普通だったんですけど、うん、これを食べてからトマト自体も大好きになっちゃって。お、他に好きな食べ物は？なんか豚キムチとかですかね。豚キムチ？はい。豚キムチとか、なんか韓国料理とかも好きですね。ああ、辛いものね。はい、辛いものとか、あとまあお寿司とかも好きですし、はい、何でも好きです。結構食いしん坊です。食いしん坊万歳ですね。はい、万歳です。続きまして、そうなんですよ。あ、これはですね、わかります？ああ、何かわかんない。なんOL ですね。OL じゃないんですよ。これは私が前働いてた時の写真なんですけど、病院の受付をしてまして。ああ、はい、その時の写真です、はい、いつもはカーディガン着てたんですけど、カーディガン着てるいい写真なくて、こんな美人な受付がいたら通っちゃうよ。ねえ、でも悪くなくても行っちゃうよ。いやいやいや、でも実はなんかそういう風に気に入ってくださる患者さんとかもいて、やっぱり面白かったです。はい、なんか面白くはないだろう。でもね、なんか可愛いおじいちゃんたちなんで、あ、はい、お年寄りに人気が、そうですそうです、人気があるかは分かんないんですけど、あの楽しかったですね。なんかなかなかできない経験なので、うん、なんか病院っていう場所にそもそも憧れがあったんで、うん、その病院でアイドルさんとか役者さんとか看護師さん結構多いからね。うん、そうですよね、確かに給料がいいから、うん、あ、まあ、うんうん、経験は看護師じゃないけど、私はあの受付ですけど、まあ、医療関係ということで、はい、そうですね、はい、医療関係ってだけ歯科助手とか、うん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 、そうですね、結構多いんで、はい、そういう過去があるということですね。そうですね、はい、その写真でございました。はい、はい、制服とかも結構こだわって選んでました。あのブラウスが自分で選べて。こだわってたってどういうこと？え、あの選べるんですよ、自分で。あ、選べるの？そうなんですよ、なんかカタログみたいな。コスプレじゃないかよそれ。まあ、なんかコスプレっぽいじゃん。ぽいぽさはありますね。なんか、うん、自分でなんかカタログをもらえて、なんかピンクのこういうあるじゃないですか、こういうリボンの形のやつ、うん、とか、この写真はなんかここがフリルになってるやつなんですけど、うん、めちゃくちゃこだわってて、あのカーディガンとかもピンクとか赤とか持ってました、うん、こだわってました。社会人、社会人の KK さん、はい、はい、この写真も初出しです、もちろん。で、次の画像が多分ありましたっけ、朗読劇の、はい、先日5月ですか、はい、5月11日に人生いろいろ試すのために出させていただきました。前回ラジオ出た時はこれの前ということ、うん、そうですそうです、これの宣伝だったので。そうだよね、はい、やってみてどうでしたか？あー、すごく主役ですね。主役でした、はい、KK さん主役ですね。はい、この写真のチェックのスカートの方ですね、はい。はい、どうでしたかと言われて、もうね、2ヶ月経ってるんでちょっと今思い出してます。いやいや、忘れすぎだろ、なんか。さっきからさ、私マジで記憶が持たないんですよ、本当に。おかしいだろ、思い出はさ、大体ちょっとは残るでしょ。それが忘れるんですよ、私は。いや、稽古のさ、ね、エピソードトーク用意しといてって言ったじゃん。え、でもこれをまさか言われるとは。いやいや、でかいでしょ、これは。ありますよ。何がありますか？だって半年くらいやってんだよ。思い出しました、あの、うん、初日の話していいですか？お稽古の、稽古の初日の話。はい、あ、本番じゃなくてね。はい、あの、私稽古の初日が、うん、お芝居をするのが初めてだったんですよ。そうでしょ。そうなんですよ。だから思い入れがある、うん、ありますありますあります、めちゃくちゃ舞台のはずなのに。そうなんです、思い出がないって言い出した。今から言います、今から言います、言うのね。はい、はい、あの稽古の初日に、うん、このね、あの話も終わったんで言っちゃっていいですよね。言っちゃいますけど、自殺を止めるっていう。そういやそうだ。そうなんですよ。そういやそうだ。うん、暗い話だな。まあ暗い、いろいろチームがあって、私のこの2人のパートはちょっと暗めなパートだったんですけど、うん、泣いてましたからね。そうなんですよ、実際
最終的にその稽古の初日にもやって、でその役にもなったんですけど、その自殺を止めるシーンをお稽古の初日にやった時に、うん、めちゃくちゃ楽しかったんですけど、うん、アップルウォッチしてたらアップルウォッチが心拍数が異常ですって何回も知らせてきて、あやっぱ自殺を止めると心拍数上がるじゃないですか。自殺止めるっていうか演技してるからじゃないの。いやー多分自殺を止めてたからだと思います。あの自殺を止めるシーンの直後に出たんで、うん、あこれはなんかやっぱそのあそういうことね。そうですそうです。他のことやってても、はい、演技してても出なかったのに出なかったですだしですし今までずっとアップルウォッチつけててもそんなの出たことないのに、うん、その心拍数が異常ですっていうのが出てきて、うん、で私今までお芝居が好きで、ただ何にもやれなかったんで、うん、部屋とかで一人でやってたんですけど、うん、その時にはやっぱりない高揚感というか、うん、がありまして、やっぱそのアプローチがすごく印象的です、うん、それだけ気合い入れて演技をしてたってことですね、はい、そうですね、はい、気合い入れてというかなんか本当に心拍数も上がるぐらいの、ね、演技シーンだったということですね、はいはい、でした。はい、続きまして弊社主催のニコニコライブに顔を隠してくれと言われまして、はい、さっきは出てたんですけどこっちは隠れてますね、うん、さっきはだって小さいから隠さなくていいかなと。まあ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 確かにそうですね、はい、6月15日に短めにこれのエピソードはい短めに、はい、そうですね、私今まで当たり前なんですけど人前で歌ったことがなくて、うん、配信では歌ってないの。配信で1回2回はあるんですけど、それも歌い出すまでに時間がかかるぐらいの、なんか歌い出しが始まっても入れない恥ずかしいみたいな。カラオケ行かないの。カラオケは行くんですけど、カラオケ行くんか。友達の前で歌うのとまた違うじゃないですか。まあまあそうだけど。そうなんですよ。そうだけど歌い出しが入れないっておかしくねえか。でも緊張しちゃってなんか恥ずかしくて自分の歌声を聞いてもらうのが。緊張しいだろうね。そうなんです。緊張しいっていうか、はい、歌を、うん、歌に対しての。いや緊張しいじゃなくて今日も緊張してんだから。そうです。緊張しがちなんです。はい、うん。そうなんですよ。まあそれなんでそのライブに誘っていただいた時も、うん、ちょっと覚悟が決まらないですってずっと言ってたんですけど、うん、まあ当日出たら皆さんがうまかったねとか、うん、ミンミンさんも言ってくれたんですけど、はいはいはい、そのスタッフやっててくれてる方とかも、うん、なんか3曲目めっちゃうまかったよとか言ってくれたりとかして、うん、自己肯定感上がりましたね。はい、よかった。でもその直後はマジであライブまた出たいと思ったんですけど、うん、ちょっと今またそんな歌あんまりってでも役者歌も大事だからね、うん、まあそうですね、それの練習にもなるんでぜひまた出てください。はい、また誘ってください、はい、というわけでそろそろ、はい、あれに行きたいと思います。あれ何ですか。クイズコーナー。クイズのあれどこ行った？え、どこですか？スケッチブック持ってきてないんですか？いやいや持ってきた。持ってきたんですか？あそこに入ってる。今、はい、スケッチブックを取ってあります。ありがとうございます。というわけで見えないかな？いや、ね、アップにしてくれる。アップにしてくれます。クイズに、今からクイズ出しますんでそれ、全問正解された方、明日のシーズンシスター探偵団の、はい、チケット代を1000円割引します。おーすごいですよ。1000円は大きい。自腹です。そうです、ミミさんが自腹で出してくれます。絶対明日自分も受付やってますんで、はい、現場に来る方は自分に行ってもらって、まあ、配信の方もね割引しますんで、はいはい、もう買ってる方もミミさんに DM を送っていただいて、はい、お願いします、はい、では第1問お願いします。はい、はいはい、読みますね。じゃあ、KK の配信の背景にあるものは何でしょう。これは私の配信を見てる方ならわかるのではないでしょうか。うん、はい、 A が狐のお面、B が鏡餅です。はい、はいはいはい、こっちか、はい、はい、テンポよくいきましょう。 OK です、はい、2問目。 KK はお祓いの後に
どこに行ったでしょう。はい。A、精進料理のお店。B が松江区。はい。はい。極端ですねこれ。はい。で、あの正解は分かった。正解はあずりさんの X の DM に送ってください。はい、お便りと同じ先ですね。はい。はい。そして3問目。KK はどっちの方が得意ですか。はい。A 韓国語。B 英語です。はい。どちらなんでしょうか。皆さん、このクイズちょっと覚えてくださいね。はい。ですぐ送ってください。すぐ送ってください。もうあんまり時間もない。最後のエンディングの時に、はい、チェキの抽選とクイズの当選者、はい、正解者の発表しますんで、すぐ今すぐ送ってください。誰か正解してミミさんから1000円もらおう。はい、ね、というわけで、はい、クイズコーナーとりあえずここで一旦終わりますんで、はい、大丈夫かな。いいですか。はい、というわけで続きまして駆け足ですけどもミミの見どころ好評企画ということで、ミミの大人の心理テスト。大人の心理テスト。はい。大人の。大人です。だいぶ大人です。うお、大丈夫かな、はい。直感で答えてくださいね。はい。はい。わかりました。ではあの画像の方お願いします。読みますか。はい。ミミの大人の心理テスト。あなたはダイヤモンド採掘場にいます。そこでダイヤモンドを掘り当てました。さてそのダイヤモンドは時価いくらでしょうか。そして大きさはどのくらいでしょうか。直感でお答えください。1000万円で1キロえわかんないんで。時価1000万で、うん、1キロ。大きさ1キロ、はい。でかっ。直感なんで。直感ね。なんかそれが浮かびましたね。え、ダイヤモンドとか好きなんですか。いやもう全然わかんないです。あ、意外とアクセサリーには興味ない。はい、はい、私ケチなんですよ。あー、そうなんです。わかる。なんとなく。わかります。なんとなくわかる。なんかそれは嫌だな。嫌なのかよ。嫌ですよ。なんかケチって思われるのは嫌だ。なんとなく普段の言動からわかります。あ、本当ですか。うん、まあ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 浪費家よりはまあね、しっかりした、はい、そうですそうですそうです。なのでなんか金銭感覚はしっかりしてるということで。そうですそうです。ダイヤモンドだったら別にガラスでいいやみたいな感じです、ね、ガラスは極端すぎないか。ガラスでいいやみたいなね、感じですね。はい。で、これの答えなんですけども、はい、時価おか、あの金額の方は自己評価です、はい、で大きさは他人の評価です。え、じゃあどっちもめっちゃ大きいってこと。そうです。やっと他人か、他人から一番いい答えなんじゃないですか。そうなんだけど俺逆になると思ってたから。自己肯定感低いじゃんいつも。まあ確かに。だけど実際本当は自分のことをすごいと思ってるわけだ。はい、あ、でも私そうですよ。あ、そうなんだ。じゃあ当たってんだ。自分のことは好きです。はい。じゃあ当たってんじゃん。当たってそうです。私人のことも好きだし。だって1000、当たってるかも。でも1キロで1000万って安いよね。逆にね。あ、じゃあ自己肯定が低いってことですか。いやいやいや、それの別に比べる必要はないんだけど、なくて、それぞれ単品の。じゃあ1キロがでかすぎるってことか。そうそうそう、でかすぎんだけど、だけど他人からもすごいと思われてるってことだからと自分で思ってるわけよ。他人からの評価、なるほどなるほど、他人からどう見られてるかっていうのが大きさだから。うん、なるほどです。だタレントとしては正解というか、おいいんじゃないでしょうか。やりましたよ皆さん。これは完璧に急に聞いたんで、今日からのダイヤモンド KK になります。名前がダイヤモンド興味ないって言ったのに。興味はないけどダイヤモンド、ガラス、はい、ガラス玉です。ガラス玉。それよくわかんないけど、はい、はい、というわけで、はい、次のコーナーは今40分なんで、あと残り10分なんで、早いですね。あっという間です。はい、告知がめちゃくちゃいっぱいありますんで、はい、順番に、はい、告知をしていきますんで、はい、皆さんよく見てくださいね。、はい、
とりあえず明日ですね、まず。そうです、明日7月28日日曜日、シーズンシスター探偵団というコンテンツのボイスドラマの発売、そしてグッズも発売するんですが、はい、朗読劇が大塚ドリームシアターなんと場所が開催されます。うちの聖地である。そうですね、偶然にも大塚ドリームシアターという。そうなんですよ、夢がいっぱい詰まってる場所ですね。はい、はい、私はもう3回目です、ね。はい、夢がたくさん。よく知ってる場所で、もう慣れたもんですよ、うん、はい、はい、このね、真ん中に出てる赤木ララちゃんというキャラクターを演じさせていただきます。はい、はい、絶対に明日ね、配信とかもあるので、こちらに URL も載ってるんですが、はい、絶対に見てください。他に出演する声優さんたちもプロの、はい、そうなんです、声優さんたちで、はい、どうですか現場の雰囲気は。雰囲気すごく、この間なんか喧嘩してますか。そんなわけないですよ。バチバチですよね、多分バチバチで。そんなわけないですよ。皆さんめちゃくちゃウェルカムでね、優しくしていただいて、はい、この間ね、ラジオに出演したんですがね、そこでね、人狼ゲームとかやって、うん、めちゃくちゃそれでなんかすごくなんか打ち解けたというか、うん、感じはありましたね。その中で楽しかったです。どう演じられるのかっていうのは、はい、そう、明日なので、期待ですね。はい、お願いします、皆様来てください。来てください。はい、お願いします。それと続きまして、はい、8月23日から25日、怪談の朗読劇、カミソリという朗読劇に出演させていただきます、はい、場所は下北沢邸というところで、ご予約方法は私の X のアカウントにお名前とご来場回とご同行の人数をお知らせください。こちらね、はい、さっきね、お笑いね、ちょっとこのクイズの時にお笑いっていうのがちょっと出たんですが、この怪談の朗読劇に出演するので、うん、お笑いも行きまして、はい、後でまた出てきます。貞子の映画にもちょっと、出演してもらったんですけども、そうなんですよ、実は出てます。メインキャストの方は貞子のメインキャストの方はお払い行ったんですけど、はい、KK さんは行ってないんで、多分疲れてます、貞子に。でもここに行って下ろしてきたってことですよね。あ、行ったんで、じゃあギリギリセーフか。そうです、そうです、行ったんでね。私は、はい、お笑い行ったんで。危なー。多分あれ何月でしたっけ、多分数ヶ月間はずっと一緒に、ね、いたね、寝食ともにして過ごさせていただいて、はい、はい、お笑い行けたんで、まあさよならしちゃって寂しいですね。夏ならではの、はい、怖い朗読劇ということで、そうです、皆さん涼しくなりに来てください、はい、ぜひよろしくお願いします。このね、どんな役とかはまだ言えないんですが、すごくなんか初めてやる役で、今ねお稽古を頑張っております。はい、続きまして、はい、はいはい、地上波のテレビアニメに出させていただきます。はじめました、山猫委員というアニメで、紺野ホリーちゃんという役をやらせていただきます、はい、こちら10月に放送になるので、皆様ぜひ見てください。お願いします。お願いします。続きまして、駆け足ですけども、はい、私が言うんですか、はい、はい、8月3日8月4日に、映像絵本舞台挨拶というのに出演させていただきます。なんと有名なラッセンさんの大丈夫ですか、ラッセンさんの絵本を、舞台で朗読しますんで、うん、はい、ぜひ皆さん、これもお時間ある方来てください、うん、はい、お願いします。続きまして、あ、これが貞子ですね。そうですね、さっきちょっと話が出た貞子です。はい、これもね、でどのシーン、私はキャンプ場のシーンと、 あと学校のシーン、はい、学校のシーン出てますけども、ちらっと出てる夜行バスのシーンに出てます、うん、はい、うん、はい、これが9月の13日から、Amazon プライムと DVD の発売ありますんで、はい、ぜひ皆さん見てください。見てください。よろしくお願いします。かわいいよ。はい、というわけで残り5分になりました。ああ、早いですね。あっという間でした。で、クイズの答えが来てるんですけども、来てますか？おー、これ答えはあれ、出して。はい。ABA ですか？ ABA です。ABA ですよね。松江区
韓国語です。 ABA ですよね。 ABA です。全員当たってる。おお、すごい、みんなありがとう。全員当たっちゃってるから抽選ですね、これは。抽選ですね。はい、今引きます。そうですね、はい、抽選をそっち先にやりましょうか。シャッフルしますか。はい、お願いします。はい、シャッフルするんで何番目か言いましょうか。 下から上からか、はい、上から2番目で、はい、どんどん誰だろう。1枚2枚はいはい、いきます。ヘルシーさんです。おめでとうございます。おめでとう、声援もらえるよ。もう買ってくれてるので。あ、本当ですか。はい、じゃあもう間違いないですね。はい、間違いないです。声援もらいました。はい、当たりました。はい、お願いしますね。じゃあミミさんに DM をしていただくということで、はい、はい、お願いします。続きまして、うん、はい、もう先にチェキの抽選や、あ、お便り、あとまだお便り読む時間ありますね。あります。はい、ありますか。お便り読んでチェキの抽選に入ります。はい、うん、そうしましたらどうしますか。うん、はい、じゃあ、リッキー武田さんからのお便りです。はい、うん、皆さんこんにちは。初めてけけちゃんの声を聞いたとき、すごく可愛い声で感動しました。ありがとうございます。 X 元 Twitter で素顔を見たらますますファンになりました。けけちゃんへ質問です。けけちゃんの可愛い声を維持するために普段から何かケアとかされてますか。さっさと答えますか。はい、まあまあ普通でいいで大丈夫です。はい、いいですか。まあ龍角さんののど飴とか、まあ、うん、あのプロポリスとか、あのちっちゃいペットボトルあるじゃないですか、なんか乳酸菌飲料とかの、はい、あれに水とプロポリスをこう何滴か入れて、あの収録の時とかなんか持ってったりとかして、カーツさんがなんか水の中に塩を入れてどうのこうのとか言ってたんだよな。塩と蜂蜜か。蜂蜜と、はい、言ってましたね。声優さんごとにいろんな、はい、いろいろありますね、喉のケアする飲み物を、はい、ちなみに私は蜂蜜は直で言ってます。なんか余計喉がイガイガしそうな気がするんだけど。でもなんか自分的にマヌカハニーよ。合ってるかどうか分かんないんですけど、いい気がしてます。あ、はい、明日もね、うん、そうなんですよ、明日の喉なんか喉がイガイガしてるんじゃないの。大丈夫です。さっき咳してたからさっきちょっと出ちゃってますが大丈夫です。みんな応援してください。応援してください。力をください。そうなんですよ、ね、元気玉をたくさん忙しかったのでね。はい、元気玉ください。続きまして、まだ大丈夫ですか。まだ大丈夫です。はい、じゃあメッセージですね。あと2分です。はい、のぼるさんからのメッセージです。けけさんこんばんは。唯一応援している声優さんです。おー、どんなに疲れていても朝まで配信してくれたり、どんなコメントでも話を膨らませて楽しませてくれたり、いつも本当にありがとう。いつか恩返しできればいいな。ずっとずっと応援してるね、ということです。はい、ありがとう。愛されてますね。みんなファンの方があったかい。あったかいんですよ、はい、これは10時間とか配信しちゃう気持ち分かりますよね。ちょっと気をつけてください、はい、喉おかしくしちゃうんで、ほどほどにしてください、ね。はい、はい、もちろんです、はい、頑張ります。では、うん、最後に抽選会いきますか。はい、抽選会しましょう、はい、ではシャッフルをお願いします。このねチェキが当たります。どの辺りが当たるんでしょう。上から2番目同じでいきました。はい、はい、おー、カイさんです。おめでとうございます。おめでとう。じゃあミミさんに DM をしていただいて、はい、はい、お願いします。ありがとうございます。これですね、チェキが当たります。私の超超超レア浴衣チェキです、はい、これが非売品です。非売品です。メルカリで売らないで、売らないでくださいね。あ、なんなら宛名書きますよ。私カイさんって、はい、というわけで残り1分になりました。はい、ありがとうございました。楽しかったです。最後締めの言葉を、はい、どうでしたか。はい、浴衣着れてよかったです。本当ですね、はい、花火大会は行ってないですね。行ってないんですよ、花火は。ちょっと見てません。テレビで少しだけ、一瞬だけね、そうテレビで一瞬だけ見たぐらいで、あの、はい、音もなんなら聞いてないですね、はい、意外と小さかったね、ですね、音がほとんど聞こえなかったですけども、まあ浴衣姿も皆さん見れてよかったんじゃないかなと思います。よかったですか。、はい、ね、
ありがとうございます。もう7月8月9月忙しい KK さんですんで、そんなことないです、はい、スケジュール大募集中なんでお仕事待っております皆さん応援してあげてください。よろしくお願いします。ここら辺で終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。また来月会いましょう。さようなら。さようなら。